池田城。池田城は、大阪府池田市にあった、日本の城。建武元年、1334年前後に、現在の池田市にある五月山南6の丘陵地に、豊島の土着豪族池田言いが築き、代々池田市が城主を務めた。現在は、城石の歴史を感じられる憩いの場として、池田城石公園が整備されている。池田城は、 大阪府池田市白山町周辺の標高50メートルの高台に位置し、五月山の南陸の東西に伸びる尾根を利用し、西側には崖、北側には杉が谷川を取り入れ、東、南には掘り、最大幅で25.7メートル、深さ6.5メートルという大規模なものとドルを配置し、防御効果を高めた機内でも屈指の規模を誇った城郭として知られている。 池田城は、室町時代から、戦国時代にかけて、豊島郡、現在の池田市、豊中市、美濃市周辺を治めていた国人領主、池田市の居城だった。追記当初は、主角部分、本丸に相当する部分と、小さな車が取り付けた、小規模な城であった。主格の中には、枯山水風の庭園が築かれており、戦闘防御施設の中に、文化施設が設けられ、 この時代から、城は生活の場所でもあったと伺わせる。その後、池田城は、多くの落城の浮き目に遭い、その都度防御機能や縄張りを強化していく。池田城が最初に落城したのは、応仁の乱で東軍について、文明元年、1469年に、西軍の大内正弘の軍に攻められた時である。この時はすぐに脱会したので、 被害も少なく大規模な回収はなかったとあれる。ついで栄翔の桜に橋を走った細川氏の内墳で細川住本派に属していた池田正成は栄翔5年1508年に反対勢力であった細川高国の攻撃を受けて落城、帝政は自殺してこの信政は逃亡した。発掘調査で担当。 丁度が厚く堆積していることが確認されており、池田城は甚大な被害を受けたと見受けられている。その後、協力四年、1531年の大物崩れでも、他国の攻撃を受け、この戦いの後に、城の復興で四角の堀を広げ周りに土居を設け、南側にも連閣状の車を設け防御陣地を広げていった。天文二年、1533年、協力、 天文の乱で二月に一向一気に敗れて、堺から淡路へ逃れていた、細川春元が四月にこの城に入城、岐内へ戻った。A61 年、1568年、池田勝政は、織田信長に抵抗したが、織田軍の攻撃を受け落城した。しかし勝政は抵抗したおがめを受けなかった上に、逆に評価され、信長から六万国を賜って、家臣となった。 池田城は、信長の持つ、孤高などの城郭のノウハウを取り入れて、最も拡張した。池田城の孤高は城内に二度曲げ、それ以外に東側に、横堀を二条掘削し、大規模な車を設け城域を拡張した。勝政は信長に、摂津三守護の一人に任命され、金ヶ崎の尻ぞき口では殿を務めるなど活躍したが、三好三人衆についた一族の池田智政や荒木。 村重に池田城から追放された。荒木村重は、重臣、池田二十一人衆の一人として、頭角を表し、池田勝政を追放した池田市内部のクーデターで、城内をまとめ、残る摂津三四五の和田れ政、伊丹近沖を討ち取って、茨城城と高槻城を支柱に、目、元気四年、1573年3月29日に、 足利義明と対立した信長と京都地方院で対面し、信長に忠誠を誓う。この時信長は高槻城攻略に激勝し、村重に摂津の単独守護職を認めた。池田と政は義明についたため没落、池田家を乗っ取った村重の家臣になった下国城。摂津は南北朝時代以降文軍支配体制だったが、 村重より一国一大名体制になった。その後伊丹城を手に入れた村重は有岡城と改名し、居城を有岡城に移した。池田城の城主は友政になったという話もある。天正六年、1578年に、村重は石山合戦の最中に石山本願寺に内通しているという噂話が流れ、そのような話を信じなかった。 信長も噂話が大きくなるにつれ、真意を探るべく自分の前で申し開きをするように、命じた。当初村重は母親を人質に入れ、申し開きをすることを承諾したが、明智光秀や橋場秀吉などの再々の説得も、受け入れず信長のいる安土城は出資しなかった。ここに至り謀反を明確にした村重は、本拠地に有岡城を定め、高槻城、茨城城、甘崎城、 近世甘笠城でなく大物城でないかと思われる、花熊城に兵を配置し、織田軍の進攻に備えた。こうして、有岡城の戦いが始まる。村重は、池田城に軍を配置しておらず、池田城の池田氏は村重に対して、協力的でなかった可能性がある。これに対して信長は11月9日に出陣、高槻城、茨城城を無血海城に成功。 同年11月27日に、古池殿、池田町に、織田軍は陣を張った。その後、有岡城の四方を囲み始め12月8日に、総攻撃を開始する。まず鉄砲隊が、一斉射撃し弓隊の火矢でか乱し、鳥の時有岡城に突入を開始したが、夜の暗さで攻め切ることができず、逆に多くの家臣を失うことになる。信長は戦術を時給戦に変更。 周りに兵を配置しつつ12月11日に池田城に陣を戻し、12月25日に自身は安土城に戻っていた。その後、信長は安土城から池田城、池田城から京都など池田城に陣を構えたまま各所に出かけ、時給戦の効果が出るのを待ち続けた。村重は翌年9月2日の深夜、家来五六名を連れて甘崎城へ移り、 毛利氏に援軍を養成しに出向いたと思われる。信長はこの時を後期と捉え再び総攻撃を、明治、天正七年、1579年11月に、有岡城は落城した。生き残った妻子や家来は天ヶ崎七松で敬意に、かけられ、命を落とした。村重はその後生き残り、秀吉の茶人となったと言われている。池田智政も、 最初を天ヶ崎七松で処刑されたが秀吉の家臣になった。荒木村重の無本から始まった戦で、池田城は村重に捨てられ信長側が利用した。当時の城主が誰だったかはわからない。ある資料には、天正の間に、時の城主、池田三左衛門輝き国は、摂津甘ヶ崎城主、荒木摂津守特和を正いに戦になり、三左衛門は戦死したとある。 荒木節守るは村重の縁者とされる。池田城は有岡城が落城した翌天正八年、1580年、信長の命により廃城となった。池田城にいたとされる池田氏もどうなったかはわからない。信長後期によると、古池田に至って御人をいさせられ、とある。天無元年、1334年前後に、 建築されたのだから天正8年であれば245年ほども建っていたことになり古い城であったといえ、平成元年1989年から4年にわたる大規模な発掘調査が実施され、多くの遺構、遺物が発見され、遺構は公園整備に伴い復元されている。発掘調査から遺構を復元した以外に、定石として、 イメージを演出させる模擬施設がいくつかある。池田城石公園は平成11年度に完成した。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。